みなさんこんにちは、ホルン奏者の上原めぐみです。今日はアンブシュアについてちょっとお話をしようかなと思います。ですね、とは言ってもアンブシュアの話はあんまりしたくなくてどういう意味のアンブシュアについての話をしようかと思っているかと言いますと、中学生くらいはあんまりないんですけど、高校生ぐらいになるとやっぱそのアンブシュアだとか呼吸法とかその体のね動きに対する知識っていうのが増えてくる子が多いですよね。でいろんな情報もあるし、いろんなことを教えてもらえる環境がやっぱ高校になるとなんか格段に広くなるし、まあ理解する能力も大人になってくるにつれて上がってくるから、やっぱその分知識の量が増えてくっていうのもまあ分かる話ではあるんですけれど、逆にそれがちょっと演奏する上でメンタル的にも邪魔をしているケースがあまりにも多すぎると思ったので、今日はこの話をします。アンブシュアってもう人の顔が同じ人っていないじゃないですか、まあ、双子でもちょっと違う顔の形、全くうり二つみたいな、そのクローン人間みたいな感じではないじゃないですか。でそういう同じ顔がないと同じように、まあ、筋肉とか唇の形だとか、まあ、口の中の状況とか、もうそれこそ舌の、ね、ベロの形とか歯並びとかもういろいろ本当に人それぞれだから、そんな人それぞれなのに正しいアンブシュアっていうのがあるのかっていうと、私はないないっていうか、正しいアンブシュアってその人がまあ音が出てればもうどんな形しても OK みたいな、ちょっとなんかすごいアンブシュアしてるなとか、まあ一般論からだいぶ違うけど、でも出てる音が良ければとりあえずそれで OK なんですね本当は。なんだけど今日話したいのは、出てる音がいい人がアンブシュア気にするっていうのは、まあ、そこはちょっと違って、自分が思うように演奏できないことをアンブシュアのせいにしてしまうことについてがすごく話してみたいなと思ってたことで、なんかこう自分のアンブシュアってあまり良くないんじゃないかなとか、もうちょっとこう角度とか、ね、構え方とかをやったらもうすごく上手になるんじゃないかなとかって思う時期ある気がする。でもアンブシュアは原因じゃなくて結果なので、こういう音が出ましたがあって自分のアンブシュアがとかがついてくるものって考えないと、もういつまでたってもこっちばっかり気にしちゃって音楽にたどり着けないっていうことすごくあると思うので、原因じゃないです。アンブシュアは原因じゃないって一概には言えないっちゃ言えないんですけど、そうね、楽器を始めてもう3年4年とか、部活でねやる分の楽器を始めて3、4年の子たちがアンブシュアについてこう考え出すと、なんかもういろんなことがすごく難しい話ではあるから、筋肉だとかね体のことって、でしかも目に見えないし正解がいまいちないっていうものだと分かりにくすぎるので、まず自分の体のことをまずね気にする前に、気にしてしまうともう自分が出てる音を気になれなくなっちゃうから、ちょっと体のことを一旦置いといて、自分の音がどんな風になっているのかなっていうことができる判断能力をつけることの方がすごく大事だなと思うので、そうじゃないともう今息が吸えてなかったかもしれないとか、その腹式呼吸が横隔膜がとかすごい知識はいっぱいあるけど、自分の体がこうやっぱ納得して体でこう掴むものがなければいくら知識を得ても混乱しちゃうので、知識はすごく大事だし勉強することもすごく大事なんだけど、まずは体がしっかり感覚を掴むこと、いい音を出す感覚がどんな風なのかなとかっていうのを掴んでから知識をこう連動させていくっていうのが
一番スムーズに事が運ぶような気がしています。まだねしっかり音が出せていない状況で難しい知識ばっかりはやっぱりちょっと酷な気酷ですね。知識は知識であるんだけど、まずは自分の出ている音に耳を澄ませて、そっから、どうなっているのかなっていう判断を取る、それが一番シンプルでいいかなと思います。何かって言ったら出ている音が全てだから、まあ、あとはもう呼吸だとか姿勢とかむしゃとかっていうのはちょっと後からまた考えてって、で自分の考える音楽が進化していけばそれにこうだんだんついてくるものでもあるので、先にね体とかが音を出す以前のことが先行してしまうとちょっと本末転倒な感じがするので、知識としてはすごく大事なんですけど、まずは自分の出ている音をしっかりよく聞いて、それがアンブシャとかこの体のことが原因ではないというか、まあ、最初にそういうマインドでいた方がいいかな。何に原因があるかって言ったら、頭の中で自分の出したいサウンドとか、まあ、音程とかがイメージできてないから音に出すことにつながらないので、まず自分がどんな音を出したいのか、どういう風に演奏したいのかっていう、そのもうちょっと音楽的なことをまず頭で考えて、ここがこう整理整頓されてパッと体に指令を送るっていうのが順番だと思うので、まず頭が理解してないのに体ばっかり動かそうとしてもうまくいかないのは当たり前だと思うので、頭の中でしっかりイメージができることで、音程とかも正しいものがイメージできることっていうことの訓練の方がすごく大事だと思うので、もう本当にいつも曲の練習をする時にも言ったんですけど、歌うことがすごく大事って言ってたです。その動画もぜひ見てみてください。で、まあ、こうピアノとかキーボードとかハーモニーディレクターとかあったらそれに合わせて歌う、正しい音程を自分の中にしっかり取り込んで、それがいつでも頭の中で再生できるっていう状況を作ると体がついてくるっていう構造なので、もう先にアンブシャーだ呼吸法だって考えるのはちょっと順番が違う。まず頭でしっかりイメージできて、それを音で素直にシンプルな回路で表現するってことができてから、知識として得たものを実践していくといいんじゃないかなと思います。あと楽器とか、あとマウスピースとか、いろんな品番とかメーカーあるんですけど、マウスピースを変えたからといってめちゃくちゃいい音が急に出るわけではなくて、やっぱりどの楽器を吹いてもその人の音が出るので、まずは道具よりも頭の中で音楽がしっかり自分のやりたい音楽が確立されているのかなっていうのをちょっと考えてみて、練習を組み立てていったら迷わず混乱せず悩まずに取り掛かれるんじゃないかなと思います。さあ今日もトークばっかりになってしまいましたが、結構大事なことを言ったような気がします。それではまた明日。はい、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。よければ高評価ボタンもよろしくお願いします。